よし、皆さんこんにちは、大田です。アナザーコートやっていきましょうか。さあ、前回ね、ちょっと3つ目のね、折り鶴、見つけてなかったよってことで、今日は折り鶴探すところから始めていきたいと思うんですけど、まあ、当たりはつけてるんですよね。どこかっていうと、全部の部屋に折り鶴があって、この部屋だけ見つけてないんですよ、絵画室。なので、多分ここのどっかにあると思うので、まずこれ探すところから始めていきたいと思います。あった、こんなとこにあったぞ。これでっかい絵あったじゃん、海の絵。これの裏にあったわ。これ見つけてなかったな、確かに。よし、写真撮っちゃいましょうか。ほい。スキャン中。これ全部見つけたいもんね。さあ、セラさん、海の、向こうの景色。これ何ですかね。読んでみましょうか。はい。さて、メッセージ。新しいやつですね。こちらです。海の向こうの景色。海の風を浴びながら、水平線の向こうをぼんやり眺めていると、あの時見た、さよこの故郷。日本の美しい春の景色を思い出す。パパのね、ママは日本人です。さよこさん。日本を訪れたのは今から十数年前のこと。日本に住むさよこの両親に結婚の報告と挨拶をするためだ。羽田へ向かう飛行機の中、私は珍しく緊張しているさよこの表情を見た。久しぶりの帰国が結婚の報告だから、両親に何と話すべきか悩んでいたんだろう。緊張をほぐすため、私はさよこの手を握り、彼女の故郷についていろいろ聞いた。彼女の生家の近くには綺麗な川があり、春になるとその川沿いに並んだ桜の花が満開になって、とても綺麗な光景が広がるとさよこは語ってくれた。その時の彼女の微笑んだ横顔の美しさは今でも鮮明に覚えている。翌日、私はその満開の桜並木の下をさよこと歩き、彼女の両親と初めて対面した。まだね、アシュレイが生まれてない時だよね、これって。以来、日本をもう一度訪れたいという私の願いは残念ながら実現できていない。しかし、いつかまた必ず最後の愛したあの桜の並木道を歩いてみたいと思う。今度はそう、アシュレイと一緒に。だから、さよこのママの両親に報告できてないんだよな、よく考えたら。それきついっすね。報告行くんか、マジで。さて、とりあえず今回なんですけどね、前回見つけたこの人形を、使うところからかな。うん、こちらやっていきたいと思いまーす。ね、なんかいろいろとこの家の秘密、謎とかはね、だいぶ分かってきたところなんですけどね、今日はどんな物語が展開されていくのか、一緒に解き明かしていきましょう。ウィス。はい、では、まずは、フラニーの部屋からだな。よし、行こうか。さあ、前回ゲットした人形、家族は仲良くないとダメみたいな、なんかそんなワードがあったよね。これだよね。よし、ここに人形を置きましょう。飾り棚。人形を飾る棚がある。パパはね、右手がないんだよね。きついぜ。よし。さあ、置きましょうか。ここにあったママの人形。これで置こうかな。どうだ。開いた。すごいギミックだな、これ。開いた。やっぱりこれが仲良くってこと。みんなで手をつないでね。何が入ってるんだろう。さあ、見てみようか、これ、引き出し。リボン。双葉の鍵だ。双葉の鍵。ハートが2つで可愛い。どこの部屋の鍵だろう。1個隣じゃないかな。それ、リボンもある。フラニーが大切にしていたリボンだよ。なんかね、この人形もさ、リボンついてるもんね。フラニー、パパとママと手をつないで、嬉しそうだね。ね。うん。いいシーンだ、ここ。フラニーは、パパとママが大好きだって言ってた。でも前回のお話からするとね、パパがおかしくなったからママがフラニーを連れて島の外へ出て行っちゃったんだよね。でも確か人形がバラバラな場所にあったのはどうして。本当だよね、ちょっと気になる。パパのぬいぐるみは積み木の下に落ちてたよね、確か。ママのぬいぐるみはママのところに、寝室のね、ドレッサーの近く横のとこ棚にあったのかね。え、あったりとか、いろいろ家族関係は最後の方は冷えきてたんかな。怖いね、みんな仲良くしようよ、みんな。はい、ということで、多分ここの部屋ですね。双葉の部屋、金色の双葉を加えた鳥が描かれている。今ゲットした鍵が多分ここで使えるのかなと思います。使ってみましょうか、双葉の鍵。やった、開いた。さあ、入ろう。アシュレ、腹減ってないか。俺腹減ってきたな。ご飯食べよう。書斎かな、これ。雲の差あってるけど、そこも。
うう、絵画か。なんか音符書いてる？変な部屋だな、ここ。ここにもいない。ジェシカ、どこにいるんだろう。鍵かけて閉じこもってるのやばくない？何があったの本当に。ソファ。このソファ肌触りが、気持ちいい。座面も大きくてゆったり座れる。うん、いやー、この位置からだと遠すぎて小さなテレビじゃ見にくそう。あ、本当だ。ちっちゃいテレビ。おい、何インチだこのテレビ。うん、電源はどこだ？リモコンあるの？ねえ、当時のテレビ事情。いや、でもソファいいな。大理石の立派なテーブルだ。増えるとひんやり冷たい。めっちゃ重たいやろ、このと。このやつ。これがイラスト。気になるね、この家。ハミングバードだ。何、ハミングバードって。曲がってる。こういうの気になるな。直しとく？直してあげるか。よっこいしょ。なんか降ってきた。楽譜？これ、楽譜だよね。俺、わかんない。読めないよ、音符。アシュレイ弾ける？もしかして実はアシュレイ。そんなテクニックない？技術。なんで絵の裏に隠してあるんだろう。それに、ねえ、この鳥の絵って…あ、なんか思い出した。何この鳥の絵。何なのよ。リー、ん？この楽譜には謎があるの。出たな、また謎解き。リー、その謎を解いてピアノを弾くとね、ピアノの仕掛けがわかるのよ。ピアノになんか仕掛けがあんの？何でも仕掛けされとんな、この家。ほんと。アシュレイ、思い出した。なんだ？この楽譜、フラニーが弾いていたピアノの楽譜だ。そうなんだ。後でちょっと弾いてみようかな。弾けるの？アシュレイ、ピアノ弾けるの？何でもできるじゃん、アシュレイ。学校のピアノで時々練習してる。えらい。アシュレイ、お願い。習ってるわけじゃないんだね。この楽譜、ピアノで弾いてみて。いいよ。俺それやってくれ言われたら絶対できねえわ。ピアノを聞いたらD がまた何か思い出せるかも。うん。でもフラニーは言ってたんだ。その楽譜には謎があるって。楽譜には謎がある。楽譜の謎？なんだろう。なんかこの鳥の絵が関係してるのかな。楽譜手に入れた。この鳥の上の部分がすっげーアップで拡大されてるからなんかあるんだろうなと思うんだけど。壁にはハミングバードの絵が飾られてる。これなんだろう、これ五線譜なんだろう。ねえ、なんでこんなとこにあんの、全然わからん。これハミングバードって言うんだ。鳥の絵、楽譜の絵と同じだ。なんか意味があるのかな。なんもないよな、これ。やばい、音符の問題出てきた。俺解けないけど、どうしよう。壁一面本だらけ。いいね。ねえ、あらゆるジャンルの本が並んでる。多趣味ってことですかね。今電子書籍だからな、この世界は。俺の世界はほとんどの本も電子書籍で用意しちゃってるよ。俺はもう買わなくなったな。引っ越しするときとかさ、めっちゃ大変だから、もう全部電子書籍にしちゃってる今。さ、シェードの色がくすんでる。ライオン汚れる。どんな色してたんかな。昔真っ白やったんかな。あ、フラディの絵が飾ってるよ、これ。見て、女の子の絵。この絵、もしかしてフラニー？絵画室で見たスケッチと似てる。なんかDが友達だった、この子とDが友達だったなんて不思議な感じ。Dは反応せんねんな、もう。ピッチャーだ。汚れてるよ。クローゼット空っぽ、なんもない。食器置いてたんだ。すごい量のお酒のボトル。外国のものも多い。ねえ、パパどこで寝てたんだろう。ほこりまみれだ。ずっと使われてないな。食材があるっていうことを枕元で使ってた。ベッドの近くに火があるのは怖いかも。昔は全部、明かりといえば火だったもんね。さあ、あったぞ。各部屋に1個あると思ってやっていこう、この、ね、折り鶴は。ハミングバード、6番ですね。終わった。さあ、読みましょうか、これ。はい、あ、フラニー項目アップデートされてる。まあ、先にこっちな、イラストだけかな。ハミングバード。玄関のドアノッカー。部屋に飾られた絵画や食器。風水に施された彫刻。
この屋敷の中ではハミングバードの装飾を随所で見ることができる。なんだろうね、ハミングバードがね、この、家のエドワード家の守り神的な守り鳥なんでしょうか、守り鳥わかんないなんだそれ。これほどにハミングバードの装飾が多く存在するということは、おそらくローレンスの何か強いこだわりがあったからではないかと思う。なんだろうね、ローレンスさん。ハミングバードはかつて癒しと愛の象徴としてネイティブアメリカンの間で、装飾のモチーフとして大変好まれていたものらしい。へえ、愛、癒し、なんか想像つかんな。それと関係しているかどうかは今だっては確かめようもないが、きっとローレンスも同じように自らの孤独感を埋めるためにハミングバードの装飾を好んで取り入れたのかもしれない。まあ、そういう取り方ね。そういえば似たような話を昔最後から聞いたことがある。日本では古くから縁起の良い鳥として鶴のデザインが好まれているらしく、特に折り紙で作る鶴は願掛けとして最もポピュラーなものらしく、平和や病気回復を祈願するためによくたくさん作られている折り鶴な。ねえ、千羽鶴とかあるもんな。もしかしたらローレンスのハミングバードの装飾もその折り鶴と同様に自身の人生の平穏を願って作らせたものだったのかもしれない。ねえ、平和でありますようにっていう。そういえば昔最後から折り鶴の作り方を教わったことがあったな。個人たちの安らかな眠りのために久しぶりに作って部屋中に飾っておこう。それがこの折り鶴シリーズなんだね。ねえ、全部で14個あるわけで、あ、もうどこにあるかって場所か、あ、これ、あ、待って、これどこにあるか場所わかるじゃん、これ。ありがとう。俺3番クソ探したよ。嘘、ごめん、もう推理で言ったけど、どこあるかはわかるんだこれで。なるほどな。ピアノ弾いてくれってわけだけど、この謎を全然解けなかったわけだけど、大丈夫かな。書斎なんだけど、羽ペン、羽ペンだ。いつか一回使ってみたいんだよな。あー、インクもペン先も完全固まってる。引き出しとか開けられないかな。開けられないね。え、じゃあなんもないのかなこれ。もうピアノ弾きに行くターンかなこれは。そんな気がしてきた俺。ちょっと待ってな。とりあえずフラリーのアップデート、イラストが絵になったねってやつ。よし、今とだいぶ顔の調子が違うよね、他の子たちと。ね、なんだろうね。とりあえず一回ピアノ弾いてみるか。ちょっと全く分かんないんで、どうしたらいいんだろうね次。これ俺五線譜っていうのかな、あの楽譜読めないからさ、そんな俺でも解けるんでしょうか。さあ、ゲストルームにあったよねピアノは。調律っていうのかな、なんか音は合ってんのかな、大丈夫かなこれ。長い間整えてないでしょこれ。まあ一回弾いてみるか。古いグランドピアノがある。あれ、弾こうよ。弾く前に楽譜置かないとね。あ、オッケーです、置きましょうここに。はい、楽譜、はい、置きました。全然分からへん。どうして金の鳥の窓絵と同じ鳥が描かれてるんだろうね。なんか楽譜見ても俺は分かんないからな、本当。緊張する。頑張って、アシュレイ頑張れ。弾くね。さあ、どんな感じに弾いてくれんやろ。え、分からん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 。演奏開始。なんだこれ。ありがとう。なんか気かかってる。俺が弾くんだね、これを。あ、ボタン書いてるから分かりやすいわ。どうや、フラニーが弾いてくれる曲となんか違う気がするよ。え、二段目の五線譜には音符が書かれてないね。やばいって、わからんって。これ空白。こっちは、うん、一番上を引くんだ。空白の五線譜、楽譜には音符の書かれてない五線譜がある。楽譜なんか変だね。え、これがさ、あの絵のとこにあったやつかな。いや、音楽きついな。絵には譜面も描かれていた。もしかして絵と組み合わせるのかな。じゃあもう一回見てくるか。もう一回見るか、ハミングバードの絵。五線譜、これをどうすると。一応写真撮っとく。書き込めないのかな、あのあれにね。
よいしょ。パシャ。難しい、これを。これを使ってなんかわかるのか言われたらわかんないんだけどさ、正直言って。ね。取ってきたけど、これわからんな、結構。もう一回見るか。これね。楽譜なんか変、これ書き込めないのかな、なんかうまく。ここのさ、やつで、これ拡大とかできないんだよね。うおー、ビビった。自分の顔がある。書けないよね、なんか変。書いてくれよ。なんか関係ありそうだね。二つを重ねたら一つの曲になりそうなんだけど、どうやって重ねるの？そうだよ。出すで写真撮って重ねる？写真撮って重ねるで、できんの？ちょっと待って。出すで、出すで出す。すっごい遠いけどいいかな？ダメだ。もっとちゃんと近づいて撮ろう。写真じゃ俺ダメかもしれない。さっきのやつ。これ撮れないの？ここで。あ、撮れた。よっしゃ。じゃあちょっと待って、下のさ、さっきのやつもちゃんと撮んなきゃいけないのかもしんない。重ねるって、あ、なんかあるわ、右下に。Y。重ねる。ねえ、全然違うわ。サイズ感。あかん。あかん、みんな撮り直してくるわ。どうやって撮ったの？ここも、ハミングバードがある。ここ拡大したらいいのかな、ここで。これと、ああ、ここで取れない。ここで取るか、じゃあ。うい。よいしょ。すごい拡大した写真だ、これで。これでいいのかな？じゃあ、これで。で、重ねてみよう。こいつと、こいつ。で、あ、ぴったりいける？あ、なんか来た？あ、楽譜とぴったりだ。書き写そう。いった、これで。おー。なんかできたっぽい。書き写しに行こう。あっちに行ってきます。大変だな。さて、じゃあちょっと入力じゃねえ、記入して、やっちゃいますか。演奏しちゃっていいっすか。よし。書き写そう。来た？あ、ありがとう。できた。弾いてみよう。弾けるかな。行くよ。じゃあ弾くね。いきなりむずいぞ。開始。はっ？下か。2ボタン同時押し。間違えちゃった。あ、間違ったの今の。ねえ、もう一回。これ十字キーが反応悪いぞ。ねえ、十字キー同時押ししちゃうけど、だいぶ大丈夫かな。右いけた。十字キー怖いな。よし。なんか曲は連続で弾いてほしい。俺じゃない誰かが。来た。いい曲かも。なんかゼルダの伝説でオカリナ吹いてる気分だった今。おい、急に上手くなったな、プロかよ。ピアノのあの足のやつ何かよく分かってない俺。うん。足のやつ。不思議なやつです、足は。これ絶対なんか思い出すやろ。はっ、思い出した。なんかカタックドン。ん？なんか出てきた。アシュレイ、今の音、仕掛けが動いたんだ、見てみよう。すごいおもろい家だな、これ。すごいな、脱出ゲームしてる気分。箱が出てきた。で、何も思い出さなかったって言うわ。箱が落ちてきた。すっごいなんか装飾してるな。見たことある？これ。鍵入ってんじゃないの、どうせ。ん？貝？これは…そうだ。え？フラニーと海岸で見つけた。昔？貝殻だ。綺麗だね。そうだよ、アシュレイ。フラニーと見つけた。僕たちの宝物だ。宝探しだった。終わっちゃった。
ここに隠してたんだね。これ財宝ゲットして帰るか。なんか、なんだろうこのカード、ゲームソフトみたい。任天堂スイッチのソフトかもしれない。リー、これもフラミンゴスイッチないか。うん、こんなの見たことない。なんだろうこれ、小さなカード。何？おしるい、何か鳴ってる。ダスに入れるやつ？ダスだ。ダス、あ、ダス。ダスじゃなくてダス。ダス、どうしたダス？ダスがカードを読み込んだ。どうやって読み込んだんだよ。すごいな。ねえ。アナザーキー1。なになに、急にインストールするのやめて。怖い怖い怖い。インストール完了。アナザーキー。起動。出すのアナザーキー解放。え？アナザーキーこんなとこにあんの？次。2階にあんの？なんだろう、この画面。これ、お屋敷の地図だよね。光ってる部屋がある？これ、パパが作ったんじゃない？出す。ここのお屋敷で宝探ししようとしてくれたんじゃないの？実は。パパは。そんな気がしてきたぞ。ね、このアナザーキーって何？わからない。わかんない。アナザーキー、どういう意味なんだろう。アナザーコード、アナザーキー、なんだろうね、これ。ムービー？これは。え、誰？あ、パパ？どちら様？誰？本当に待っていたよ。え、パパ？ええ終わる？ここで。ちょっと、はい、皆さん、じゃあご視聴いただきましてありがとうございました。続きは次回。おい、気になるじゃねえか、ふざけんなよ。また次の動画でお会いしましょう。あの男性は誰なのか、お楽しみに。おつぽよ。